ロシアのプーチン大統領はモスクワのクレムリンで演説した後、実効支配するウクライナの4つの州で一方的に実施した住民投票の結果を踏まえ、4つの州をロシアに併合する条約に署名しました。繰り返します。ロシアのプーチン大統領、4つの州をロシアに併合する条約に署名したということです。